ございます。今日はなんとトータルゴルフフィットネスにやってきました。まあ以前からね、そろそろトレーニングしないと体がやばいぞっていうことは気づいてたんですが、三枝心とうとう決意を決めて体を鍛えていいスイングを作ることにしました。今までトレーニングとかやってきたんですけど、モデルとしてこう綺麗なボディを作りたいとか、まあ、どちらかというとそっちに特化したものが多かったんですが、初めて今回ゴルフに特化したトレーニングに臨むことにしました。頑張りたいと思います。はい、では行ってきます。ではですね、体重計乗るようなで、1分ぐらい停止していきます。ではここで見ていきましょう。 OK、 現在の体重ですね、そして骨格筋量というのは筋肉の量ですね、 21.2、 そして体脂肪量7.4kg、はい、それがパーセンテージになると 15.9。 え、 15.9 しかないんですか。そうですね、そりゃ飛ばなくなるよ、体も痛くなるし全体的な筋肉の量が少ない、少ない、上半身に関しては左右差が気になる、基本的に不足とかね、全低い実際にただのもやしです、今で頑張りましょう。はい、古里さんの癖は反り腰、そう、すぐこうなっちゃう、はい、足を交互に、はい、で曲げる、まあ、曲げる、さあこれができるようになったんで、頑張ってこの膝を伸ばして、両方伸ばしていきます、両方、そうそうそう、一緒にですか、そうです、伸ばした時にでも伸ばせない、全然片足より難しい、うん、そうそう、まずは手を丸くするっていう練習、体を丸く、そう、肩をついた状態で、はい、2、もう一つがこの横腹の腹斜筋がうまく使えなくて、この伸び上がっちゃう、伸び上がってしまう、そこを改善する、あ、戻すやつですか、戻して、はい、横のここでトップとフォローで伸び上がるから、うん、こっちは力入りやすい、はい、の緊張が左右差、左右差が左に力が入らないっていうところを改善するエクササイズで、そう、ここにお意識する、そうそうそう、お尻につけね、負けよう、はい、ああ、まだ秘密がない、ここで飛距離アップするんですか、全部で、後ろに行って、男子体幹強化は
絶対じゃないから上半身がそこに固まりやすいんですよ。できるだけ柔らかくやる。今この後背筋背筋背中右のお尻でもう少し向こう側に引っ張って多い。曲げないででしょうね。全然つかないよ。はい。はい。使うでしょうっていうものよりも、もとも
ともと筋量ももう落ちちゃってたし、まず使い方を分かってない体だから、その筋肉本当はここ動くんだよとか、こういう風に使えるんだよっていうのを体にもう一回教え込んでる感じです。なんで地味なトレーニングとか、ちょっと本当インナー的な要素が強いものが今多いんですけど、あと首とか肩がちょっと今痛いんで、どっちかというと腹筋とかも体に引き寄せるもの、首で上げるものじゃなくて、そういうのをやってます。で今日やってみて、今日また新しいね機械を投入して、改めてこの左受ける方の弱さを実感したので、もうちょっと左をね強化的に頑張っていきたいと思います。ではまた次回のトレーニングを楽しみにしてください。バイバイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。